久保さん、今回野村さんにしましょうか。これいい格言だと思うんですけど、どうするかを考えない人にどうなるかは見えない。これなかなか素晴らしい的を得てるかなっていう。どうするかを考えない人にどうなるかは見えないと。まあよくね、あの <laughs>、ネットビジネス稼げますか稼げますか億万長者合宿に参加しても稼げるんですかみたいなね、まあ質問、まあそういった類の質問は永遠に あの消えることとはないと思うんですけども、まあ、考えてないですよねどうやれば例えばその質問の中にねあのネットで稼げるって聞いたんですけど僕はこういうふうにやってこういうふうに、えー、稼ごうと思うんですけどこのやり方って僕が今考えてるこれ今から僕がこれをね実践するのって稼げそうですかみたいなそれだったら見える見えてくるというか まあ、まあ確証ではないけど経験者にその問うみたいなねうんなんかそれを考えてる人はうんなんかその先があるんだけど考えてない人っていうのはずっと「それ本当に儲かるんですか?」って言い続けるっていうね <laughs> うんだ結局そのその質問をする人はの未来っていうのはうんわかんないですよねどうなるかは。 やったら稼げるんですかってずっと言ってる人はね <laughs> まあずっと、まあ、見えるものがあるとするならば、えー、今も稼げるのかなっていうことを言い続けてるとかぎなんかやってないってことですねどうす,どうするかを考える考えればうんそこに対してアクションはしやすいですけども考えないんだったらアクションしづらいですよね 東大に行こうって考えないんだら、まあお、東大に行こうと思わない、東大に行こうと考えないんだったら、じゃあ東大に受かるために何をしなければいけないのかっていう、その次のアクションの行動は出てくるんだけど、別に大学行かなくていいやってなってしまうんだったら、まあ大学が行かない未来ですよね、多分ね。<laughs> どこどこに行くって決めれば、そこに対してどうすればって、あの次のアクションが生まれるんだけども。うーん。 なんか、それがないと、まあ、いつまで経っても、いつまで経ってもですよね。<laughs> どうなるか見えない。いってらっしゃい。